東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。丹毛首の横を通って今度肩の真ん中に入ります。肩のちょうど上の真ん中に腱性というツボがあります。腱性というツボ重要です。丹毛の気が詰まるとこの腱性のところ滞りやすくなります。これ痛くなります。だいたい肩こりの方っていうのは腱性のところ触ると痛いです。あと片頭痛持っている方もそうなんですけども、腱性のあたり触るともう痛いはずです。肩、背中、首の痛みあるときにこの腱性では治療する重要なポイントではあります。これ個人の理解なんですけども、首の横の凹凸から肩甲骨まで向かっていく筋肉いくつかあります。丹毛の経筋でもあります。その首の周り凝ってる場合なんですけども、この経筋強く引っ張ってるために腱性のところ強く引っ張られますので痛くなりやすいです。損傷しますから、そういったところに滞りやすくなります。そうすると腱性のところは痛くなります。腱性のところって刺激して緩めてあげると、首の横通ってるところも一緒に緩めてあげると、この筋肉強く引っ張る現象解消されますから、首のこりとか肩のこりの解消に非常に良いではないかなと思います。実際そういうふうにやると肩の首すぐ楽になります。あと腱性から丹毛って胸の中に入っていきますから、胸の中に気が詰まっている場合は腱性を強く刺激すると中の気を通すっていう役割大きいです。ですからサッカーやってる時に強くぶつかって胸の中に気が詰まっている場合は、この腱性やると気を通すっていうのは有効です。この腱性のところを強く刺激すると中の気通すっていう効果高いですので、上の気一気に下がってくるっていうことになりますので、腱性のところを強くすると胎児に対してはマイナスの影響を及ぼす可能性がありますので、だから妊婦さんの場合はこういうところを強く刺激しちゃいけないです。脇のところに延液とか腸筋とかというツボがあります。胸の横ですから、胸の痛みとか胸やけとか息苦しいとか脇の痛みとか、そういったところで触ってみて、もし痛いでしたらそういったところを緩めてあげるっていうことで痛み取れたり息苦しさを改善したりすることができます。その次、実月というツボ、重要なツボで、丹の母血、要は丹の気がここに集まるということです。だから丹の病気の時にこの実月よく使います。丹の炎とか丹の結石とか胸とか脇の痛みの時にもこの実月使います。その次のツボでは啓蒙というツボです。啓蒙は腎の母血です。腎の気ここで集まります。丹と腎がつながっているということを分かります。腎の結石とか腎臓のがんとか腎の病気の時に、あるいは腰痛の時にこの啓蒙よく使ったりします。その下に帯脈、五須と井戸という3つのツボなんですけども、丹毛のツボでもあって気毛の中、帯脈のツボでもあります。丹毛の気と帯脈の気とつながっています。ですから腰の周りの痛みの場合、つまり帯脈の症状の場合はこの丹毛のツボを使うと治療できます。こういったところに痛い場合、よくその生理不順とか織物が多いとか腰痛とか子宮下垂とか、そういった帯脈に関係する病気の場合はこの3つのツボを使います。この3つのツボってはちょうど腸骨の上、鼠径部のところを通りますから、だから鼠径部に触ってみると痛いはずです。特に股関節をずれている場合は、左右の腸骨均等じゃなくて歪んでいる場合はこういったところを触ると痛いはずです。だから歪みの矯正の時にこういったところを緩める必要があります。その下に医療と肝腸というツボ2つあります。特に肝腸なんですけども、大天使の上にあります。この大天使の上に経筋がいくつかあります。でそういったところで経筋緊張したりすると大天使強く引っ張るわけですからずれたりします。こういうところで神経をいろいろ走ったりしますので、この筋肉緊張したりすると足の外側の座骨神経痛という症状出たりします。だから足の外側の座骨神経痛の症状あったりとか、あるいは
骨盤歪んだりする場合はこの感情のところ触ると痛いです。中の筋肉を強く引っ張ってるわけですから、その筋肉を緩めてあげるときにこの感情というツボを使います。特に中風になって脳卒中とか半身不随になった場合は、足の動き悪くなった場合はこの感情をよく使ったりします。要するに足の外側の筋肉を緩めてあげるという効果が高いです。感情の下にほぼその太ももの外側、ズボンの縫い目に沿って外側の真ん中あたりに風刺というツボがあります。風刺というツボというのは下肢の痛みとか麻痺とかの時によく使います。こういうところで丹田の気が詰まると邪気が溜まりますので、押すと痛い方は非常に多いです。ここを押して痛いというタイプの人は丹田の気が詰まってますので、肩が凝ったり偏頭痛があったりとか、あとまあひどい場合は寝つきが悪いという症状になったりします。丹田の気集中する時間帯というのは夜中11時から1時の間ですので、丹田の気が詰まって流れ悪いだとしたら、その時間帯というのは睡眠に入りにくくなります。だから横になってなかなか寝つかないというタイプの人というのは丹田の気が詰まっているタイプの人多いです。その場合は太ももの外側、特にこの風刺あたり触ると痛いというタイプの人ほとんどです。太ももの外側詰まっている場合はリセットしてあげる、緩めてあげる必要はあります。風刺の下に膝の上に中毒で、膝の横に膝の腰間というツボがあります。膝の痛みとか関節炎とかそういう時に使ったりします。あとその下、腰稜線というツボがあります。腰稜線って重要なツボで、まずこのツボっては筋の解決、つまり全身の筋の情報をここに集まります。筋の病気がある場合は全部この腰稜線使います。あともう一つは、腰稜線っては丹田の五行穴の中の五穴です。五行の属性は土になります。このツボっていうのは筋の解決ですので、全身の筋の疾患、こりとか痛みとか痙攣とかそういった病の場合はこの腰稜線使います。半身不随になって筋の動き悪くなった場合は腰稜線も使います。腰稜線の下に腰溝というツボがあります。腰溝っていうのは腰井脈の激血です。腰井脈では全部の外側の腰の経脈連絡する脈、気脈です。ですから腰の気が狂った場合はこの腰溝使います。あと激血ですから、激血っていうのは腰気の激血は気の病の治療の時に使います。あと急に発症した病気の時に使います。例えば腰の気が狂って発狂したり、精神的に疾患が出たり、あるいは転換とかそういった病気の時にこの腰溝というツボを使います。腰溝の下に外灸というツボがあります。外灸というのは丹家の激血です。腰家の激血、気の病とか、あるいは急所の時に使います。下肢の痛みとか張りとか、その時にこの外灸よく使います。今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。